まず純粋な醤油ラーメンだね。そして、辛味、スープ味。それも純粋な醤油ラーメン。から、純粋な醤油ラーメン。はい、これが新富士醤油味だね。スープの色濃いめですね。それでは新富士いただきます。はいどうぞ。はいどうぞ。はいはいはいどうぞ。それでは新富士味見してみましょう。案外薄いね。薄いけど薄いけどちょっと 甘めかな。甘めだね。うん。新富士醤油ラーメン。はい。不思議な不思議だもん。新富士醤油ラーメンちょっと甘めかな。はい。はい、とこれは南花園ですかね。スープの色は。南花園って言うんだ。スープの色は比較的濃いめ、うん、ですね。はーい。よし。よし、じゃあ、圧食です。行きましょう。これ南花園。南花園。うん、こっちの方は、こっちの新富士食品よりも甘くない。あ、味が濃く醤油の香りも強い。うん。感じがしますね。はい、これは戸田急さんの麺スープ、ラーメンスープですね。色はちょっと薄めかなーって感じがしますね。さて、それでは味を見てみましょう。ああ、これはまた別な味がしますね。うん。なるほど。なんか独特の味だけど、だしは、だしよりも味の方に特徴がありますね。戸田急さん、ラーメンスープの醤油味。はい、次は、今度は、平和ですね。ああ、でも味はいいんじゃない？スープも透明だし。さあ、問題の味ですね。これは平和ですね。市販してる方の平和。ああ、なるほど。だし分が強い。醤油の香りもあるけども、だしの強さが強いですね。これは平和ですね。平和ですね。平和です。はい。はい、これが今度は藤原製麺。色はちょっと濃いめだね。うん、だけど、まず程よい濃さということで。さて、それでは、ああ。だし、多く、醤油、あるけど、甘め。
スープだな。何か独特の香りがありますね。はい、皆さんどうぞ。はい、いいぞ。はい。来庁さんも今日はございました。でもどのメーカーもめんつゆ、だしに、だしは強いようだね。私やっぱり一番これが美味しいな。はい。ではこれは、新富士食品。これですね。新富士食品。屋台醤油ラーメン。ですね。はーい。味は、色は、普通程度かな。ちょっと薄くもなく濃くもなく。味は、甘めのスープだな。醤油の香りはさっきよりちょっと強いかな。新富士食品屋台醤油ラーメン。はーい。高弘くんのは、はい。これは東急さんの、鶏ガラスープ中華そばの方ですね。スープの濃さ、ほどほどですね。いいですね。はい。じゃあそれでは味。はい、それでは味を見てみます。ああ、確かに鶏のガラのスープの味は強い。醤油の香りはちょっといい。さっきと田中さんのがあったと比べては、だし風味が強い。うん、確かに鶏ガラスープだ。これは確かにある。うん、はい、美味しいですね。はい、タケロ君どうぞ。あ、はい。次は、これですね。天然っていうやつですね。スープの色は普通より、普通程度だけど、なんか濃そうだね。どれ、味を見てみますか。なんかこれ。色っていうよりも、なんか、油も濃いな。あー、確かに、これ、うん。専門店の、繁盛店の味。これ、焼き豚の醤油足してる、ような気がする。うん、これ、味が濃い。